そのワンちゃんがよく目撃されるのは朝ということで聞き込み開始。見たことあります、あの犬って。見るって毎日小学生を連れて校門のとこ行くと、あと犬は向こうの方からいつも来て、はい、ご近所ではちょっとした有名犬みたいです。するとあれじゃないかな、女性と散歩している柴犬を発見。もしかして。すいません、この子です。今日取材させていただけないかなと思って来たんですけど、はい、大丈夫ですか。名前は琥珀くん、4歳の男の子。一見普通の可愛いワンちゃんですが、マイナス雨が降ろうがもう雪が降ろうが関係なく、毎朝決まった時間に向かう先があるんです、うんうん、それが小学校の前、子供たちが登校するのを見守っているんです。その様子はさながら犬のおまわりさん2年ほど前から毎日欠かさず立ち止まるようになったといいます。さらに子供たちの登校が終わってしまっても、いや、この通り。学校好きなんですかね。学校好き行きたくないですもんね。なかなか動こうとしない。行きたくないよ、まだ痛いよ。正義感が強い犬のおまわりさんこと琥珀くん。リアルおまわりさんにも話を聞くと、知っております、あの私も実際にこの間見守りしてもらっているところを見に行きましたので、ちゃんとある程度の投稿が終わるまで動かなくって、あれがすごいなと思いますよね。おまわりさんも期待を寄せる琥珀くん。子どもたちの安全は僕が見守るワン。